教訓をぜひ生かした教育問題に携わっていきたいと思います。そして川口は全国一4万人以上の外国人の人たちが暮らしています。私たちは多文化共生の時代、いろんな外国の人たちと地域コミュニティを作り、言葉を共通にし、そしていろんな環境問題も共に考えていくような、そういった多文化共生に備える川口の町にしていくべきだと思います。皆さん、2月6日の川口市長選挙に投票に行ってください。 30%、40% の投票率アップにぜひ皆さんの持っている一人一人の一票の権利を発揮してください。お勤め、お仕事、ご苦労様です。コロナ禍の中、私たちはきちんとした健康管理をしながら、お互いにある意味では本当にこの不自由な、いろんな意味の日常生活が強いられていますけれども、根本はやっぱり市民による、市民が主役、市政を市民が変えていくような、そういう町づくりとして、さまざまな問題を解決していくために、やはり川口のトップリーダー、川口市長選挙にぜひ48歳若者、宮川直樹が立候補しました。今日から始まっております。昨日告示されて、川口市長選挙はわずか1週間の戦いです。現職と新人の一騎打ちと報道されています。私たちは改めてこの8年間やってきた市政はどうだったのか、本当に私たち市民にとってこの川口はどうなのかということを、ぜひこの市長選挙において皆さんの一票を発揮していただきたいと思います。宮川直樹、48歳若者実業家、川口で生まれ育ち、子育てをし、事業をし、そしてこの若きビジョンを持ってこの川口市長選挙に立候補した宮川直樹、48歳をぜひよろしくお願いいたします。彼のビジョンは、西川口にありますオートレース場を本当に市民住民に開かれた再活性化、再利用、大きな市の財産としてもっともっと有効活用ができるはずだ。スーパーリゾートや住民の交流ができる場所、いろんな意味でお祭りの要素も含めた住民広場、そういった形でこの西川口のオートレース場を市民のものにしていくような夢を一つ一つ叶えていく、そういったものでぜひこの実現していただきたいと思います。またもう一つ、彼の夢はやはり環境美化、改めて地域の一人一人の環境を市民が自分たちでもって作っていく、そういった社会、世の中にしていきたいという思いを持っています。災害防災計画、環境問題、美化の問題、そういったことをもう一度一つ一つ市民の側から見て、どうやって作っていくかということにも、ぜひ彼のビジョンとして、48歳宮川直樹の新しい市長への挑戦をぜひ皆さん応援してください。2月6日今度の日曜日が投票日です。今日から期日前投票、事前期日前投票が始まっております。不在者投票と言われている期日前投票にぜひ行ってください。そして8年間の今やってきた市長の取り組みはどうだったのか、川口の町をどうしていきたいのか、そういったことをぜひ考えて、宮川直樹という48歳の若きリーダーにぜひ一票を託していただきたいというふうに思います。川口市民の皆さん、西川口の市民の皆さん、
2月6日川口市長選挙に立候補した48歳の若きシーダリーダー指導者として宮川直樹が立候補しました。現職の市長に対して改めて生活者から市民の声を聞け、水道料金の値上げは撤回してほしい、子どもたちのための学校給食は無料にすべきだ、市議会だよりが発行していないのは全国唯一、50万都市以上では川口だけ、埼玉では唯一です。なぜ市議会だよりが発行できていないのか、そのことも当然の私たちの要求です。またいじめ問題に川口は市は敗訴し、市長も教育長も謝罪をしていますけれども、やはり子どもたちにとっての教育問題、全国的にも一番多い外国人の人たちと共に共生していく、多文化共生を担っていく町づくり、コミュニケーションづくり、そして水道料金の値上げが市民に開かれた論議なしに決められたことに見られる議会における本当に開かれた議会運営をしてもらいたい、そういった思いで48歳の若者宮川直樹が立候補しました。2月6日の投票まで、今日から始まった期日前投票を含めて、ぜひ川口市の投票率を 30%、40% に上げていく、私たち一票一票の権利をぜひ生かして、川口の街を良くしよう、住んでよかった川口、これからの川口をぜひ皆さん、私たちの権利として、主役としての市民が流れを変えていってきた、いただきたいと思います。川口の街ってどうなっているの？市政を市民の手に、実行委員会市政術の共同代表宮川直樹が48歳の若きリーダーとしてこの2月6日の市長選挙に立候補しました。それでは本人宮川直樹の声をぜひアピールを聞いていただきたいと思います。48歳若き川口で生まれ育ち、子育てをし実業をやってきた宮川直樹がこの川口の姿勢をこんな形で変えていきたい、こういう思いをぜひ聞いていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、西川口駅ご利用の皆様こんばんは、候補者本人の宮川直樹と申します。この度ですね、2月6日の投票日、市長選挙ですね、川口市長選挙を立候補させていただきました。ね、私口が出ないとね無投票になるという話もあったんで、ぜひね手を挙げさせていただきました。私のビジョンとしてはですね、今回この西川口駅に関連してます、オートレース場ですね、川口オートレース場をスパリゾート化するということですね、オートレースを見ながら温泉に入れる施設を極力ね少ないお金で運営すると、でメディアを呼びね話題になり、それが税収につながると、まあそういうことをしないとですね、水道も 25% 値上げになりました。このね景気の悪い時にわざわざ 25% ね値上げをしたということで大変ね皆様困っております。まあ今じゃない、そういうところもねなんかタイミングが悪いような気がしますね。このコロナ禍で、あと2年ぐらい先延ばしにしてもよかったんじゃないかなと思います。それでですね、川口オートのことをもう一個だけ言うとですね、オーロラビジョンがあります。あのね大きいオーロラビジョンを使ってですね、e スポーツなんかをねやれば聖地になったりとかねすると思うんですよ。今ね e スポーツが盛り上がっております。オリンピックのね競技にもなるということで、オートレース場をね開放して、e スポーツのね決勝戦かなんかをやるような聖地にするようなねそういう動きもすれば、メディアも拾ってくれてですね、川口オートは、川口市民のね共有財産なのでうまく使っていければなと思います。あとですねこの4年前の市長選挙 22.29% というね非常に低い、投票率でございます。これはなかなか地方自治体でもですね珍しいというかワースト1なんじゃないかなっていうぐらい投票率が低いです。
はっきり言ってですね、川口市は鳥取市より人口が多いんですね。60万人都市です。鳥取はね、55万人ぐらいしかいません。鳥取の人には申し訳ないですけど、まあ、知事選より、人口比率でいうとですね、川口市長の方が価値があるようなことになります。それでですね、まあ、なかなかの権限もあると思います。国政のことを少し申しますとね、まあ、消費税2030年また 5% 上がるという話も出ております。2050年になるまでには、25% になるという話も出ております。それですね、今の現職の奥の木市長はですね、自民党です。無所属と書いてありますが、自民党、自民公明ですね。それでですね、大野元裕、知事が応援に行っております。どういうことなんでしょうか。自民公明のところに埼玉県知事、ね、立憲、国民ね、民主、社民、共産のね、前回応援をもらってですね、あの当選した、県知事がですね、奥の木市長、自民公明のね、奥の木市長のところに決起集会にね、行ってるんですよ。あ、そんなことってあるのかなって。我々市民の声ってね、いつまで経っても届かないんですね。ずっと上の方で権力を握った人間が自分に票を入れてくれた企業や組合にお金を回して、それで終わりなんです。我々ね、市民、お金のない貧乏人はね、いつまで経っても貧乏人というのは政治を変えなければね、変わりません。これはね、やはり市民や国民も悪いと思います。それがね、分かってて結局投票に行かなかったり、まあ文句があっても与党に投票したりすると、まあそこら辺をですね、変えていかなきゃいけないんですね。で、我々は市民団体でございます。まあ、政治団体もね、あの市政を市民の手で実行委員会といいまして、市政実、略称市政実というんですけども、まだ、できて1週間も満たないね、政治団体でございます。まあ、誰もやらないからね、我々で変えようということで政治団体を作りですね、今回川口市長選挙に、立候補したわけです。皆様のね、手元にあるですね、プラチナチケットですね、もう配られていると思います。まあ、今日から期日前投票も始まりました。そのね、プラチナチケットをね、ぜひ使っていただいて投票しに行ってもらいたいと思います。地方自治体の中でね、 22.29% はあまりにも恥ずかしい数字でございます。2月6日は市長選がありますので、ぜひですね、その気持ちをね、もしどちらにもね、入れられない、わからないという人があったら、白票でもいいのでね、ぜひ投票所に行ってください。白票もですね、意味はあります。まあ、現職がね、このまま行ったら勝つでしょう。アリとゾウの戦いみたいなものです。向こうは自民、公明、立憲、国民、共産、あともう一個、社民が協力してるんですね。組織票で勝てるわけがありません。 22.29% の投票率だと、そういう票が濃くなるんで、なおさら勝てません。これが例えば 40% を超えるようなことがあれば、不動票といってですね、普段行かれない方が投票に行って、私にも勝ち目があるんですが、まあ今のままだと本当にアリとゾウの勝負みたいなものです。ですのでね、一矢を報いたい、そう思って我々は立ち上がっておりますので、ぜひね、皆様のね、価値ある一票を投票所に行ってもらってですね、我々に入れていただければ、皆さんに返すことができます。よくね、国民目線とか市民目線とかいう言葉を聞きますけど、まあ、我々市民団体なんで、もうわざわざそんなこと言わなくても市民目線です。今のね、あの奥の木さんが悪いわけではありませんが、まあ、今回再選すれば、3期目ですね。まあ、どこの首長も知事も、まあ、国会議員もそうですけどね、まあ、周りにそういう人間が勝てば儲かるようなシステムになっていくんですね。もう3期もやったらね、ガチガチの利権絡みですね。はい。まあ、そんなのもね、私も会社やってるんでよくわかるんですよ。
だからね、下の方というか皆さんがね払ってる税金、これがね皆様に平等に配られないというのはそもそもがおかしいって、息のねかかってるというか、まあ言葉は悪いですけどね、企業や組合や団体にねお金が行って、それで下までは回ってきません。でもですね、皆様の手元にあるプラチナチケットがねあれば買えることができるかもしれません。今のままだと変わりません。どこまで行っても貧乏人は貧乏人、金持ちは金持ち、その差は広がるばかりでしょう。ですのでね、我々、小さいながらもですね、まあ、勝てないと分かっている勝負 ですけど、政治団体を作り、今回市長選挙に出させていただきました。まあ、皆様が政治を諦める気持ちも分かります。私も市民として同じ気持ちです。諦めて居酒屋でね愚痴こぼしているような私もそんな人間ですが、今回ですねあまりにもまあ誰も出ないというね、無投票になるという共産党さんもね、前回出た共産党さんも出ないと言います。本当はですね、前回対立候補として出てる共産党さんなんかが我々の方にね選挙協力してくれるとかあっても良さそうなもんですが、まあどうやらですね、皆さん現職側にねついてもう圧倒的な差で、勝とうとしてるようです。でもですね、前回の 22.29、 これはひどすぎます。 10% まで下がる可能性もあるんですね。これが100人中77人選挙に行かなかったという結果ですけども、それがねですね、40% 超えれば、まあ、45% ぐらい行けばですね、いい勝負になるんですね。普段選挙に行かない方が行っていただけると、我々に少しはね勝ち目も出てきます。じゃあ何をするのと言ったらですね、それはですね、我々は頑固にですね、これをやる、あれをやる、まあ一応掲げてます、課題は掲げてますが、皆様のね声を、小さい声を拾うという意味で我々政治団体をやってるわけですから、今は課題として挙げてるだけなんですね。子育て支援のことなんかも書いておりませんが、子育て支援、私も子供が4人おりますんで、子育て支援の方は充実した対策をね練っていきたいと思っておりますし、今ですね年金生活をされている方とても大変だと思います。生活保護よりね安い年金なんてね本当はありえません。正直者がねバカを見る世の中は本当はというか絶対ダメなんですね。まあ誰もですね政治家というのはね生活保護の問題に触れません。なんでかというとですね、あの生活保護、まあ、不正受給されている方はね選挙に行くんですよ。票いっぱい持ってるんですね。やはりそのままの政策で行ってほしいので、生活保護もらってる人は全然いいんです、まあ、むしろもっと増えてもいいと思ってます。ただですね、不正受給は犯罪ですから徹底してね探し出さなきゃいけません。不正受給は許しちゃいけないんです。我々普通の市民の生活も圧迫するわけですね。ズルはダメです。ですのでね、生活保護はいいんです、むしろ増やしてもいいんです。不正受給は徹底して探さなきゃいけないです。これはね皆様の不利益になる問題ですから、そこら辺は厳しく私は行くつもりであります。とにかくですね、我々政治団体、国民目線、市民目線ではなく国民であり市民である我々が一番ですね皆様に近い考え、近い立場でですね政治を行います。もしですね私が市長になるようなことがあれば、毎日ですね、YouTube でもいいですし、配信どこかのねところで毎日配信します。チャット欄でね皆様の声を直接聞けます。今はね間接的な間接民主主義、代理制ですけども、まあそれで選ばれてもですね直接的に声が届くことができます。今はね選挙の時だけいいことを言ってね、その後市長とかに会ったことありますか？まあおそらくないでしょう。議員も、まあ、あまり会う機会がないと思います。私はですねより皆様に近い距離でですね姿勢をね正していきたいと思っております。
ぜひね、皆様のお力でですね、皆様一人一人は一票ずつしか持っておりませんが、束になればね、有賀像に勝つこともあるかもしれません。ぜひね、皆様のお力で私に一票を投じていただければ、必ず裏切らない結果で皆様にお答えします。西川口駅より、ありがとうございました。宮川直樹でした。ありがとう。ありがとう。誰か喋る。市民の皆様で誰か喋りたい人いますか？なんかこういうことを言いたいとかですね、全然喋ってもらっても構わないんで、今の市政に対してとかですね、ちょっと西川口街が汚いんじゃないかとかですね、うちのゴミ捨て場がね、いろんなものが捨てられてるとか、まあ、私の耳には入ってきてます。そういうところがもしあればですね、別に誰が喋ったって構わないんですから、腕章があるんでね、もし皆様の何か納得いかない今の姿勢に何かね文句があれば言ってほしいです。このマイクを使ってね、なかなか皆様の声をね、こういうところで発表する機会というものはありませんから、もしね何かあれば喋ってみてください。待ってますから。なかなかいないですね。なかなかね喋ってくれないよね。じゃあ私が喋って。お疲れ様です。西川口。はい。一市民と。あ、一市民です。お願いします。よっ。私は鳩ヶ谷の桜町に住んでおります。今度市長選挙があると聞いて、何としても日頃思っていることをこの市長選挙で、一票投じたいと思っています。このコロナの収束が見えない中で、まあ、私も高齢者になりましたけども、年金は下がっていく中で、これから先どうなるのか不安な毎日です。いつコロナにかかるかもしれない。そういった中で一番最近思ったことは、水道料が 25% 上がったことなんですね。これってどこにクレームをつけていいんでしょうか。私たちはって言いましたけども、やはり黙ってるとこのままどんどん値上げされてしまう。私もあまりその支払いがどうなってるか知らなかったんですけども、調べてみると下水道と水道料とそれぞれ毎2ヶ月に1回請求が来ますけども、なんと 25%、 おととしの12月から今年の12月、上がる前と去年の12月ですから、まあ1ヶ月前ですけども、その料金見ると水道料が 29% 上がってました。おととしが18リューベ使って、去年が16リューベですね。量が減ってるのに逆に 29% 料金が上がってった。こういうことが書類を見ないと分からなかったんですけども、この水道料が知らないうちに上がってきている。それはどこに声を上げればいいのか。皆さん、4年に一度の市長選挙でぜひそのことを声を上げようでありませんか。一票投じようでありませんか。このコロナの中で命と暮らしを守る。私たちは一人では暮らせないんです。行政、市政があっていろんなことを行政がやってくれます。コロナのワクチン接種もそうですけども、この私たちの暮らしはどうやったら守れるんでしょうか。そこで知恵を絞るのが私たちの代表が行政を務めています市長ではないでしょうか。その市長に私たちの意思を分かってもらうような仕様でありませんか。2月6日に川口市長選挙があります。
ぜひ投票に行きましょう。私たちは鳩ヶ谷で11年前に川口に合併しましたけども、一番大きかったのは、私が思ったのは、それまで使ってた公民館が無料だったのが川口で有料になったことです。これって小さなことかもしれませんけども、やはり母子家庭の方たちがいつも公民館で会議をしていた、その人たちが有料になったことで集まりがしづらくなった、その母子家庭の集まりもなくなってきた。皆さん、私もいろいろ勉強しました。公民館というのは戦後日本の復興のために作られたのが公民館でした。その公民館はもともと無料であったんです。それが受益者負担という口実、電気をつける、部屋に電気をつけること、その維持費のために使用料をつけた、そういうことになっていますけども、そもそも公民館というのは教育機関なんですね。みんなが社会教育施設と言ってますけど、そういうことを勉強しました。そして鳩ヶ谷が合併して、やっぱり鳩ヶ谷が良いところはやっぱりちゃんと続けてほしい、そういうことでふるさと鳩ヶ谷の会ということも私たち運動してきたんですけども、そういった中で町づくりというのは人づくりなんだ、単に箱物を作るだけじゃなくて人づくりをする、その人づくりをするのが公民館だということを勉強しました。皆さん、そういう意味で公民館を有料化して、そこに学びにハードルを作るべきではないと思います。ぜひとも元通りに無料化してほしい、そういうふうに思っております。この選挙の市長選挙の時に声を上げていきたい、そういうふうに思っています。それと私が、まあ、仕事上全国転勤してまいりましたけども、やはり住めば都で、それぞれの町に一番いいとこあります。それはいいと思います。しかしこの川口で4年前の市長選挙が 22.29% の投票率だったということはどういうことなんでしょうか。励みになります。本当に私たちは民主主義の社会の中で生きてますけども、本当に投票しなくてより良い生活を続けていくために政治に期待してできるのでしょうか。それは私たち自身に問われているんじゃないでしょうか。ぜひ投票に行く必要があると思います。ぜひ投票に行きましょう。そして暮らし、命、それを守る姿勢にさせようではありませんか。4年に1回のチャンスなんです。そのチャンスをやすやすと放棄するべきではありません。皆さん、2月6日の投票日にはぜひ皆さんが生活で困っていることを、今2人の候補が立候補しておりますけども、ぜひその政策の中身をよく吟味してほしいと思います。よく言いますね、なるようにしかならないとよく言って投票に行かない、それで本当にいいのでしょうか。このコロナが終わってどういう社会にするのでしょうか。それを私たち一人一人のその考え方、希望、それにかかっています。誰かがやってくれるんじゃありません。自分たちが考えて、みんなで相談して、より良い社会を作っていく、それが政治につながっていると思います。私たちが推薦している宮川候補は、みんなと一緒に市民が主役の私たちと共に川口を変えていこう、川口を作っていこう、住んでよかったという川口にしていこうと、そうアピールしています。
私たちは彼に期待したい。そして彼を支え、そして我々も一緒に考えて、これからの川口市政を作っていこうではありませんか。そのことは私たちの市民の責任です。そのためにも2月6日の投票日に向けて、ぜひとも候補者の政策をよく読んでほしい、よく考えてほしい。今仲間がチラシをお配りしています。ぜひお読みください。今選挙では新聞にも折り込みっていうのありますけども、今新聞を読む人もあまりいません。ぜひこのチラシに私たちの政策を書いています。ぜひ読んでしてほしいと思います。もう一人候補が出ておりますけども、弱いところに光を当てるとあります。この候補は今度3期目になるわけですが、多分 最初からそういう言い方してました。しかしよくよく見てみますと、弱いところに光を当ててどうするのかということは書かれていないんですね。公正公平にとかいうことを書いていますけども、私が聞いているのは国保税を滞納している人を調べる。これは確かに弱い人ですよ。払えないんです。そういう人たちを調べてどうするんでしょうか。光を当てて何のことない、そういう人たちに取り立てて回ってるんですね。で、川口は収納率が高いと言って自慢してるんです。埼玉県でも収納、国保税を滞納している人に収納を迫る、それを取り立てて回る、その収納率が川口、埼玉でもトップクラスになっているということを自慢しているぐらい、そういう弱いところに光の当て方をしている、これが今の市長なんです。そのことをよく見てほしい。他にも政策は今の市長はたくさん挙げていますけども、私も仕事は国の仕事、特殊法人として国の仕事をしましたけども、やはり行政のいろんな計画の中でバラ色の計画を出しますけども、必要なのはやっぱりお金がかかるんですね。税金集めてそれをどう使うか。井上久氏は政治というのは税金をどう集めてその税金をどう使うか、簡単に言えばそういうことなんだということを言ってましたけども、まさにその通りだと思います。その際に議会で何を議論するか、要するに優先順位を議論するんですね。プライオリティと言います。何を優先するか、そこが政治のところで大きな問題なんです。みんながより良い社会を作る、住みよい川口を作りたい、皆さん思っています。いろんな候補もそう言っていると思うんですけども、問題はその中身、優先順位なんですね。その優先順位について具体的にもう一人の候補は中身はあまり書いてません。バラ色のことは書いてますけども、その中でどれを優先してどう具体化していくのか、そのことなんです。今やってるのはさっき言ったようなことです。例えば水道については、安全安心な水をですね、定常的に災害があっても壊れないような水道管にしていく、これは大変大事なことだし、私たちもそれは応援したい。それはだからプライオリティとして最優先にすべきという意味です。だけど今何でしょう、他にお金がいっぱい使って予算がないから 25% しないと水道管が取り替えられない、災害があった時に復旧ができなくなってくるとか、そういう口実にしていますけども、その中に何が抜けてるかというと、優先順位が一方的に決められているということなんです。大事なこと、水道はですね、
命の水なんです。憲法25条にもあるように、安全な水を整備することが国の責任になっています。公衆衛生の保持ということですね。汚い水が蔓延したらどうなんでしょう。コロナもそうですけども、多くの人が汚い水では生活できません。これは国の責任なんです。それは今国はですね、これを効率化していく、経費を安くする、老朽管を取り替えていくために、そのお金をどうするか、そのお金を使用料で払わせるというんです。どういうことでしょうか。今私たちが歩いている道路や橋、これを使用料取ってますか。これはみんな税金で公共施設としてインフラ整備としてやってるじゃありませんか。水道、まさにこれは公共施設、生活に絶対必要なものなんです。この基本は私たちが払ってる税金で基本的にやっていかなければならないんです。それが政治じゃないでしょうか。暮らしや命を守る、その政治の一番大事なこと、それに優先順位をつけて税金を使っていく。先ほど言いましたように、税金をどう集めてどう使っていくのか、税金を集めるにしても、そんなに一度にたくさんのことを集められません。身の丈に応じたってことはありますけども、その中でやるのは優先順位をつけるしかないんです。そのことをこの市長選挙の中で政策をきちっと皆さん考えようではありませんか。各候補者が何を優先的にやろうとしているのか、そのことを考えてほしい。私たちの応援する宮川候補は7つの課題、それを最優先でやっていく、そのことを訴えています。それも市民とともに、市民と力を合わせてそれを推進していくと言っています。これが政治の基本、私はそう思います。ぜひそれを実現させるために、させるために、2月6日の投票日にはぜひともこの宮川候補を、皆さんの大きなご支援をいただいて、ぜひ市長になっていただきたい。私はこれからそう思っております。ぜひとも皆さんのご支持をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。今何時ですか。あ、もう時間ですね。あと10分です。今何時ですか。あと10分。あ、じゃあ、はい、どうも。じゃあ最後にですね、候補者の宮川直樹でございます。西川口駅ご利用の皆様、お疲れ様でした。これからお仕事の皆様、いってらっしゃい。私はですね、今見て分かった通りですね、奥の木現市長のね、選挙カーが通ったんですけど、いいですね、ピカピカのライトがつく選挙カーでしたけども、羨ましい。あんなのね、作れないですね、我々貧乏人には。え、ひき逃げ、ひき逃げがあったみたい。マジで、ひき逃げ、ひき逃げだって。本当ですか。救急車呼びました。どこ、ひき逃げだって。車ちょっと行きれるんだけど、これに映ってんじゃない、ひき逃げの車。車は見えない。整形さん、引かれた人、今救急車呼んでた。今発行されて、まあいいや。すいません、ちょっと事件があったらしいので、すいません、今日のちょっとね、演説はここら辺で終了したいと思います。皆様ですね、2月6日ですね、川口市長選挙、ぜひね、投票行ってください。タクシー運転手の皆様、よろしくお願いします。うちのタクシーの運転手乗ってたんでね、
乗るときは必ずチップ渡してますから、ぜひね、あの川口市長選挙お願いします。オートレースを、ね、活性化して、もうここにねタクシーいなくて並んでる状態作りますから、ぜひねよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、もう15分あと。いいよいいよいいよ。もちろん何聞くね。今あれ緊急車両来るでしょ。車です。車で来る。